はい、ですね、うん、次ですね、花崗豚について聞きたいんですけど、花崗豚っていうのはですね、まあ、曹操に次ぐいわゆる魏のナンバー2みたいな人物ですね、うんうんうん、で彼はどうなんでしょうね、ナンバー2結構ですね、吟味して花崗豚こういう字ですね、うん、この人ね、割と人気高い人物なんですけど、男気ある人だよね、うん、名前今字を見て思ったのは多分この字は、日本の今の字に当てはめたんだよね、そうじゃないですか、もちろん昔は多分違う字だよね、多分そうなんですかね、うん、この人のなんかね、うん、感じるのはね、うん、すごい気性が荒くて、うん、気性が荒い じっとしとけって言う方が大変みたいな人の気がするのね、もう帰ってきたら動かなきゃ気が済まないみたいなところがありそうな人で、でも例えばさ、うん、自分のところの 兵が何人やられたとか聞くと、うん、絶対にもっと多くやってやるみたいな、うん、そういう人の気がするのね、割と気性が荒かった、ものすごい勢いのある人で、お前はそこにじっとしてるだけで褒美をやるぞと言いたくなっちゃうような、そういう人だって気がするの、ね、で花崗豚ですね、いわゆるその前線で その戦でガンガン功績を立てたっていう記録はあまり残ってなくて、後方の方で、まあ、要するに先頭に立って軍を動かしたっていうよりは後ろであれこれ指示して活躍したと、うん、無鉄砲なことしないようにだね、えそうだね、無鉄砲なことしないようにさ、うん、そういうふうにしたんだろうね、あそうなんですか、ね、扱いに困ってたんじゃない実は、うん、であとはだから政治だとか、うん、そっちの方のが政治から、まあ、軍の後方支援からそういうところで割といろいろと活躍したと言われてる、だからこの人さ、うん、もし自分が戦場に現地に行く方だとしたら、うん、勝手なことする人だからさ、そうなのか、うん、けど指示する側にすると割と頭はいいから、うん、おとなしくああそうですか、うん、どう使うのがいいか考えたんじゃない、だからほらさ、暴れん坊ってさ、現地に行かして暴れさせとくよりもさ、意外と知恵使わせるといいこと言ったりするじゃないよ、なるほどなるほど、そういう感じの人だったんですかね、扱いに困って その役やった、ね、あげたんじゃない、あとですね、花崗豚は無茶する性格だったというふうに先生は義の時に放送で言ってたんですけれども、その後でちらっと先生が私への雑談で言ってたのが、うん、年を重ねてからは何があったのか、うん、無鉄砲な時代が嘘みたいに落ち着いて、うん、かなり頭脳派なやり方をするようになったというふうに言ってたんですけれども、うん、そこをちょっと詳しく知りたいんですけど、そこね、偶然メモってあるよ、あ、メモってあるんですか、偶然、はい、とね、花崗豚は暴れん坊のような時もあったけど、どう扱っていいのか分かんないで与えた役ってあるじゃん、はいね、とりあえずこういうことやらしとけばこいつは冴えるし、余計なこともしないだろうって、でその与えられた役がハマり役だったのよ、ああはいはいはい、で、うん、自分暴れなくても自分のやりたいようにやるやり方っていうのがこんなところにあったのかと、あ自分で、うん、分かったのもあるし、うんうんうん、暴れた結果って、うん、結構なんか壊滅的というかさ、生産的じゃないじゃない、はいはいはい、そうですね、ぶち壊して更地にすることはできても、うん、何かが生まれることがあんまりないじゃない、うん、だからうん、なんかそういうね、あじゃあそれはでも年取ってからっていうわけでもないじゃないみたいな、だんだんとそれをやって経験を積んでいくうちにそうなってった、うん、じゃあ結構彼と長生きしましたけど、うん、結構晩年なんかはもうかなり落ち着いた感じになっちゃったんですかね、いや晩年はね、ある程度まで落ち着きがいったら止まって、晩年はね結構ね元気な VVG さんだったよ、あそうですか、うん、なんかそれでね思い出すエピソードって言ったら、うん、曹操の息子の曹丕っていうのがいましてですね、うん、曹丕はですね、うん、もう結構型破りな人間だったらしいんですよ、うん、で曹丕がパーティーの時に自分の奥さんを連れてきて、うん、これが俺の奥さんだってみんなに見せたっていうエピソードがありまして、うん、で当時ですね、うん、なんかこう偉い人が自分の奥さんをこう公共の場に出すっていうのは、うん、とんでもないことだったらしいんですよ、うん、もうなんかもうびっくりするような、うん、もう今で言うと奥さんを素っ裸にしてほら見ろって言うよみたいなもんらしいんですね、じゃあファーストレディみたいなあんな感じじゃないんだ、違うんですね、うん、もう奥さん出せたらもうびっくりしちゃうわけですよ、でも、うん、
でそれを聞いた加工トンが、うん、真似したらしいんですよそれを、うん、でやっぱり自分の奥さんを出そうとして、うん、でそれはね総費だからできるんであって、うん、あなたがやったらダメですって周りに一生懸命止められたっていうエピソードがあるんですね、うんうん、今その話聞いてて加工トンの奥さんっていうのは結構気の強い人で、叱られた気がする。あ、その時に加工トンはそんな感じで、うん、だから多分途中落ち着いたのはこう止まって、VVG さんだった VVG さんだった時期のエピソードなんですかね。VVG さんになる手前だねそれ多分。あ、そうですか、うん、で奥さんに怒られたと、うん、なるほどね、面白いよね、うん、奥さんは、うん、まあ親しい人の間で顔が出るような時は、ええ、まあ控えめな夫を立てる奥さんだったんだけど、うん、陰では結構気強くって、うん、あ、そうなんですか。あ、ちょっと叱ったりとかしてたっぽい印象が。なるほど。うん、加工さん結構尻に敷かれてたみたいな。尻に敷くような感じは奥さんの方がしないんだよね。なるほど、自分からしないという、しないんだけど、よくできた奥さんなわけですね、うん。